いくよ。サーブは自分のコートと相手のコートにワンバウンドさせるんだよ。そうなんだ。それじゃ気を取り直してもう一回。みんな早速盛り上がってるね。ああ、あれは極性七不思議の一つ。え？田所、なんでそんな格好？お？だって浴衣なんて着てちゃ。卓球に何ねえべさ。俺の知ってる田所じゃねえ。じゃあ私のサーブですね。あ、先輩ちょっと待ってください。やばいです。やばい。うりゃ。甘いんだよ。うれ、極性で恵みを脅かす者がいるとすれば、それは一色先輩ただ一人。うっすげえ。一色先輩はつぶだくラバーでの返球を織り交ぜることで恵みを揺さぶる算段のようね。だけど恵みは確実にニュートラルに戻ってるし、フォアへの回り込みも怠ってない。さすがだよ。何言ってるかわかんねえ。水平線の彼方まで。来るぞ。ガラガラ。来る。スーパーファストフローだ。と思わせてショート。よっしゃい。ふざけた真似しやがって。ガチャいいんだが、ガチャ。おお。よっ。よっ。おい。しゃー。俺の得意分野で攻める。国旗に月のマークが入っている国の名前。マレーシア。チュニジア。ウジェリア、パキスタン、マレーシアしか知らねえし俺。何者なんだよこいつら。もういいよお前らの勝ちで。お待たせ、ムネムネ。なんだその打ち方。このサーブは。決まった。これなら左右どっちを狙われても対応できるのだ。んじゃ行くよ。よいせ。おぬしやりおるな。左手は使わんのかい。
うん。